皆さん、こんばんは。倉井中子の言いたい放談の時間です。倉井先生、こんにちは。こんにちは。お元気ですか？はい、はい、おかげさまでなんとかから元気頑張ってます。はい、ところでこういろいろ動いて、まあ、ニュース入ってきてますけど、あのドイツがレオパルド戦車、これ世界で最高水準の、ね、戦車と言われてる、これをウクライナにね、あの、まあ、供与するということ、あの散々粘って渋ってましたけど、これ決めましたね、これね。はい、まあ、そうせざるを得ないわね。まあ、ね、やっぱりそうでしょうね。 EU でね、まあ、はい、指導的な役割してるしね、はい、緊張ね、あのドイツ人の女性がなったりして、うん、だから、ね、やっぱりあのアメリカあたりからね、うん、あの要求されたら、うん、もう嫌って言えなくなった。そこまで、でもね、ここまでね引きずってきただけでもドイツ偉いと思うよ。まあ、ただやっぱりね、これその前の、1週間前ぐらいにイギリスが主力戦車出すって言ったじゃないですか。うん、そうだよ、はい、そうで、だからね、これ今ちょっとちらっと今倉井先生おっしゃってたけど、あの EU のリーダーだったドイツ、そして EU を離脱してアメリカと一緒にタッグを組んで、NATO をいわゆるまた EU ヨーロッパから NATO ヨーロッパに変えようとしてる、イギリス英米主導でね。だからドイツからの主導権の奪還だと、実はウクライナ戦争を使ってそれをやってるんじゃないかと、そう思うんですけど、どうですか？うん、まあ、それはもうだいぶ前から、もうイギリスがね、あの離脱した頃からもうそれはもう、うん、あのその腹はあったと思うよ。そうですね、私は。あの、みんな意外と日本のね、あの保守の人たちはイギリスのこう EU 離脱っていうのを意味がよく分かんなかったっていうね、あの極めて細かい経済的な問題だって言ってたけど、そういう意味での戦略的な離脱だったっていうね。そうよ、EU 解体のための、私はピンときたわよ、ピンときたもん、うん、そうですよね。あので EU のね裏側をみんな見てね、うん、そういう情報も集めてね、それでポッと出てね、うん、それで大英帝国のね、うん、またあの復活みたいなことを企んでるなと私は思ったよ。うん、そうですね。これが今バイデン政権とタッグ組んでるイギリスの、 あの EU に対するね、あのヨーロッパっていうものに対する政策ですよね、今戦略っていうかね。はい、それはもうドイツはドイツ、まあね、うん、フランス、ドイツはねフランスに遠慮してフランスを、まあ、表に出そうとしてるけども、な、ね、内側ではやっぱり実力はドイツなんです。もうね、でレオパルドだって世界一優秀だったりなんかしたらね、うん、なんかね、そのねノウハウを取りたいこともあるから、出せ言ってきて、その裏が分かるからね、ドイツは渋ってたのよね。うん、まあそうだと思いますね。あの、まあ、そういう意味でね、一番 あの象徴的だったのはロシアとドイツを絶対くっつけさせないと、仲良くさせないで、まあ、天然ガスでずっとねパイプラインでやってたのをイギリスの諜報機関が破壊しちゃったじゃないですか。そう、こういうことを考えるとね、イギリスのこう対ヨーロッパ戦略、その一環として、まあ、イギリスとアメリカですよね、その戦略としてウクライナの、親米化、そして今のこういう泥沼化ですね、戦争は仕組まれてたと今最近ロシアの外務大臣言ったりプーチン大統領も言ってますけども、これはもう今公然となって私たちも今言ってるんだけど、あのメルケルさんとね、あのその当時のオランドさん、うん、フランスの大統領、この2人がロシア、ウクライナ、そしてドイツ、フランス含めてアメリカも含めて NATO、ミンスク合意ってやったのは実はプーチンを騙したんだと、つまり時間稼ぎをやったと、つまり今回のウクライナ戦争の軍備をウクライナ軍を整えるためにこれやったというようなことを2人、オランドさんとメルケルさん言ってることなんですけど、これ報道されてますけども、つまりやっぱりね、
今回明らかになったのは我々がずっと指摘したように単にロシアだけがねあのやったんじゃなくて戦争準備ですさせたっていうことがねあのいわゆるロシア地区ロシア人が多数住んでるところに虐殺やったりとかねやっぱりそういう周到に準備されたウクライナ戦争だったとアメリカがね、まあアメリカだけでアメリカというよりむしろあったイギリスがそういう自分の、ねうん、自分の国がね、うんまあ、EU あたりでドイツやらフランスがね、うん、活躍してね自分のたちのね動きがヨーロッパではもうすごく弱くなってるんでねその焦りみたいなところでね、うん企んだということもあると思うよ。私もおっしゃる通りだと思いますよ。あのイギリスのシティっていうね、まあ、あの国際金融資本ここが中心になってもロシアだとかそういうのなんですけどもやっぱりそういう意味でのもう一回ヨーロッパでの主導権ヘゲモニーをあの取ろうとしたっていうね今もしてるんでしょうけど、うん、でねもう一つを言うとレオパルドっていうのが出てくるということになると、ちょっと大規模なもう実情例えばポーランドなんかは4万人各国がみんなあの義勇兵という形の民間軍事会社の兵隊としてあの出してますけどこれはっきり言うともう武器は全てもう NATO 軍の最新装備でロシア軍と戦争やってるわけですからこれはロシア対 NATO 戦争といっても過言じゃないじゃないですかね。これはもうはっきりそれはもうこちらではそういうふうに言ってるよね、はい、ということはね、うん、つまりドイツはそこにも参戦しちゃったってことですよね。あの新規投資ってことで、まあ、NATO に入ってね、うん、それが EU のねある意味じゃリーダー格にいるのがねやっぱりそれはねのその今の傾向にね追随するっていうことはもうしなければもう今度はドイツがめちゃくちゃにやられるもんね。まあそうなんですよね。だからそのねいわゆる国連の敵国条項国日本とドイツねこれ見てるとやっぱりそこその悲哀を感じますね。やっぱりね、でもねその悲哀を感じるけどもまだドイツは そういうふうにして、ね、国際、の視野から見るとねあの重要視されてるわけじゃない国家であった、うん、ほとんど中心になっちゃったでしょ、うん、それからもう本当に日本何にもないね。もう私はもうね20年前ぐらいから本人も書いたしね、うん、もうちょっとねあの普通の国になってくれって言ってたけど、うん、もう本当に落ち込んだじゃない。少なくともねあのやっぱりね武器産業なんかもちゃんとね、うん、あの作っておいた方がいいのにそれも何にもやってない、うん、今本当に北朝鮮にだってさあのバカにされてるようなところあるじゃない、うんうん、全くそうですね。あの結局ね一番の問題は、うん、今の自民党政権もずっとそうなんだけどもあのアメリカに頼ってきたということと同時にアメリカの言うことを聞いてきてそして自らの首を絞めて今捨てられようとしてるっていうねあのそこなんだと思いますよ。あのだからねもうその辺のとこでもねドイツなんかもひどい目にあってね、うん、東西に分割されたりなんかした中でね戦ってきたのに ね、うん、ねそれアメリカをの目をくらましてたたあのね軍備もきちんとやった武器産業もきちんとやってるそれからそういう体制をで、ね、国民にね上昇させてるっていうそういうところで誰日本をやらなかったんだろうね。ね、何とかしてやれたってだってねアメリカに頼ってるって言ったってねいい言うことはできるわけよ。脅威はね自分の近くにあるんだぞって北朝鮮がいて中国がいるからうちもね軍備きちんとね整備しなきゃなんないってアメリカに言えばよかったのよ、うん、まあ、言ってよかったはずですけどまあね中川さんにしろ安倍さんにしろ暗殺されていくということ聞かないとね。そうなの、まあ、こういうものを見てビビっちゃってるんでしょうね。あの今言ったようにね一番の面白いのはドイツは核シェアやるとかね
曖昧な形になってるけども、でもそれをやってるんですよ。ところがね、日本の場合は今回先一昨日ぐらいかな、一昨日ぐらいに読売新聞がトップで、アメリカが日本列島にね、中距離核ミサイルを配備する計画をやめたと、ということはもう日本を核で守らないということです。かつてソ連の時、パーシングミサイルっていうのを配備するって形でソ連の崩壊きっかけ作ったじゃないですか。ところが今回は中距離核ミサイルをね、日本に入れるというね、配備するということは計画を諦めて日本が自分でやるようだから、もうそれは必要なくなったって言ってるけど、捨てられたんですよ。もう結局核の傘やらない、あそこに日本列島に中距離核ミサイルがたくさん配備されれば中国は日本を核攻撃できないですよ、これ、ところが それとね、それを日本の政治家分かってないんですよ。捨てられたんですよ、これ。もうね、今はね、まあ、なんとなくね、中国それからアメリカでロシアはね、ちょっとね沈みかけてるという感じだからね、その辺のね将来の見通しを立ててると思うよ、アメリカは。まあ、そうでしょうね。パートナーに中国を選ぶんでしょうね。もう日本は中国の望むようにアジアで中国と対抗するような勢力にさせない、というようなことだと思いますね。ヨーロッパはイギリス、そしてアジアは中国と、アメリカはそういうパートナーを選んだ。だからイギリスはね、今インドとねすごく仲良くしようとしてるじゃない、ね、だからそういうところもね、もう未来を、ね、見通して動いてるね。その中に、ね、日本はね、数もう入れられてない、単なる島国になっちゃったんですね、という価値しかない。軍備、ドイツみたいに、ね、すごい優秀な、ね、武器を作ってるわけでもないから、どうにもならないわけよ。まあ、そうですね。そういうツケが回ってきてますね。で、今年中にですね、まあ、報道に、国連の報告によれば世界第3位だった経済 GDP はドイツに追い抜かれるようですね。そう、もう、こっち の人たちも言ってるし、なんかちらっと週刊誌を出たらそのことが書いてあったよ。はい、まあ、これがね今の現状を象徴してると思います。はい、どうしたらいいの、おいで日本は、はい、もう全然ダメですね、日本どうしたらいいの。いやいや、もう岸田内閣変えて、もう全部変えないとダメです。これ核兵器持つことです、どこよりも。もう最近私はもうそれを、なんかね、あだこだ理屈を言う前に核武装宣言をするね、これをやらないと当たり前よ。だって隣にあるんだ、北朝鮮みたいなあんなところがね、核持ってね、日本を脅かそうとしてるんじゃない。そうなんですよね。で、核のノウハウなんていうのね、土台っていうのは北朝鮮はね、あれよ、諜報機関でドイツあたりからね、日本あたりからね、もう盗んでったんだと思うよ、はい、でね、日本には核は作れないけども、ノウハウは持ってたんだから、昔から。だからドイツか日本かって言ってたぐらいだから、やればできるんでね、もうやる覚悟して、もうさ、ね、あだこうだ言う前に日本の子供との未来とかね、命を守るためには、国民の命を守るためには、今もうアメリカの核の傘がないですから、自分でちゃんとやるしかないですね。そう、決断するしかないと思います。アメリカの、ね、はい、核がないとかなんとか言う前にね、もうそれ以上に自分たちがね、アメリカを説得してね、核を作っておけばよかったよ、ドイツみたいに。まあ、だけど、まあ、これもう 今やることはそれだと思います。だから、そうね、はい、ありがとうございました。また来週、はい、先生よろしくお願いします。はい、はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。バイバイ。